マリオシリーズスーパーマリオブラザーズデラックススーパーマリオブラザーズデラックスは、ニンテンドーが2000年3月1日に発売した、ゲームボーイカラー専用ゲームソフト。先に発売された海外では普通に単品で売られて、いたが、日本国内では、ニンテンドーパワー書き換えのみの販売となった。ニンテンドパワーの書き換えが終了した現在、入手には中古かネットオークション等しかないため、 プレイするのは困難であったが、Nintendo 3DS のバーチャルコンソール版が2013年12月18日から翌年1月20日までの期間限定で、Nintendo Network ID 登録感謝キャンペーンで、Nintendo 3DS の Nintendo Network ID 取得者に無料で先行配信された。有料で一般配信も行う予定としているが、2021年現在も、 配信されていない。ゲーム内容は、スーパーマリオブラザーズをゲームボーイカラーに移植したものであるが、いくつかの違いや追加要素が存在する。原作を再現したモード。ただし、以下のような違いがある。開始時の人数が3人から5人に変更された。セーブ機能が搭載されている。現在のステージ、残り人数、マリオの状態がセーブされる。ステージ開始前に、 マップ画面が表示される。現在マリオがキノコ王国のどこを攻略しているのかが視覚的にわかるようになった。画面表示範囲が狭い。少しだけ左方向へスクロールを戻すことが可能。また、十字キーの上下を押すと画面を上下にスクロールさせることができる。4から4や7から4や8から4といったループ面において、 正しいルートを通ったか判定する音が鳴るようになった。土管から出る際、オンが鳴るようになった。ルイージの服の色が変わった。ただし、ファイヤーを取った時の服の色は、スーパーの時のファミコンと同じ色である。大半のバグ技が修正されている。ただし、無限増殖は意図的に残され、壁抜けは画面端を利用した場合のみ可能。 チビファイアマリオはファミコン版とは別の手段で可能である。また、ゴールの旗の上に透明の壁が追加され、旗を越えることができなくなっている。ステージ4クリア時にキノピオピーチ姫が動くようになった。水や溶岩の水面が動くようになった。ジュゲムがパイプを投げるときに音が鳴るようになった。また、ジュゲムの位置は画面のスクロール状態に応じて変わるようになった。 ワールドマップにいる時にセレクトボタンでマリオとルイージを切り替えできる。ジャンプ台で飛び上がる時も音が鳴る。オリジナル1985でクリアしたコースを遊び、3つの条件を達成するのが目的のモード。各ステージごとに独立したプレイを行う。チビマリオの状態でスタートし、一度ミスするだけでやり直すことになる。このモードではステージ中に赤コインが5枚。 ヨッシーの卵が一つ新しく配置される。これらの多くは隠しブロックに配置されていたり、10コインブロックを一定枚数以上出すと出現するなど、非常に見つけにくい場所に存在している。さらに、チャレンジスコアが各コースに設定されている。本来1アップする場面では代わりに得点が入るようになったほか、追加された赤コインや卵も手に入れれば得点となる。 ワープゾーンのあった場所はコインなどが配置されてボーナスステージ風に作り直されている。無限増殖の要領でコーラを踏み続けても一定回数で倒したことになってしまうなど安易なパターンも阻止されている。なお、日本版のチャレンジスコアは北米版より全体的に低めになっている。赤コインを5枚集めてクリアすると赤い後の数字が 刻まれたメダルが、クリア時のスコアが、チャレンジスコアを上回っていると青いエースの文字が、刻まれたメダルが、ヨッシーの卵を手に入れると、ヨッシーの卵の形をしたメダルがそれぞれもらえ、ステージ選択画面に表示される。白ステージクリア後の演出が、他のステージと同じものになっている。通信ケーブルを使って二人で対戦するモード。八つの対戦専用ステージが用意されている。 相手より先にゴールにたどり着くか、相手がミスすると勝利となる。残り時間が例になったり、同時にミスした場合はコインを多く取っていたプレイヤーの勝利となる。このモードで敵キャラクターはパックンフラワーとクッパ以外登場しない。ステージ中には数多くの点線ブロックとそれの状態を切り替えるブロックが配置されている。点線ブロックは こちらの画面で実体化しているとき、相手の画面では点線になっている。逆も同様である。バーチャルコンソール版は通信機能が扱えないためプレイできない。ゲーム内で様々な条件を達成するごとに、アルバムやトイーボックスに画像が追加され、ポケットプリンタで印刷することができる。その他、おみくじやカレンダーといった機能がある。カレンダーは1年から3000年まで閲覧でき、 おみくじでは大吉を引くと5アップする。なお、アルバムに追加される画像の中には、通信ケーブルで二人対戦をプレイすることや、赤外線通信でランキングを交換することが、条件のものが存在する。VS ゲームを一人で遊ぶモード。オリジナル1985で10万点を突破すると、出現する。テレサと競争し、先にゴールすると勝利となる。 ベストタイムが記録され、テレサは必ずそれと同じタイムでゴールする。テレサは時々点線ブロックの状態を勝手に切り替えてしまう。ベストタイムが短縮されるごとにテレサの色が変わる。スーパーマリオブラザーズにを遊ぶことができる。オリジナル1985で30万点を突破すると出現する。オリジナル1985における変更点に加えて、 以下の違いがある。マップ画面でセレクトボタンを押すことでマリオとルイージを切り替えられるが、性能差はない。毒キノコにスーパーマリオコレクション版のようなドクロマークがあり、判別しやすい。地面や雲、木などの背景、キノコ等のアイテム、さらにピーチ姫のグラフィックが前作から変わっていない。また、エンディングのファンファーレの曲も一緒である。 ワールド9とワールド AD がない。各ワールドのステージ4をクリアした時の残り時間ボーナスがない。8から4をクリアしても残り人数がスコアに加算されない。ゴール時に花火が上がる条件がスーパーマリオブラザーズと同じ。またコインの枚数をゾロ目にしてゴール時のタイムした一桁をその数字と同じにすることによる1アップも発生しない。旗の上の 見えない壁設置に伴い、3から1終盤にあった緑のジャンプ台が赤に変更された。追加要素の一部削除、それに伴うステージ構成の変更。このモードでのチャレンジは存在しない。ありがとうございます。